広川町役場前にある浜口五両の銅像広川町は和歌山県の中央北寄りに位置する町である。町中央広川が流れ、紀伊水道に注いでいる。気候は黒潮暖流の影響を受けて温暖なため快適で雨の多い太平洋側の表日本の中では比較的降水量の少ない地域となっている。年の安南海地震によって、 発生した津波が町に襲来した際に、浜口五両が稲藁に火をつけて、津波の襲来を村人に知らせて、避難を誘導した、いつは、稲村の火が有名である。このうち、特に湯浅町とは、市街地が連続しており、2015年の湯浅町、役場移転前は、両町の役場間の距離は 1km 程度であった。平成27年国勢調査より前回調査からの、 人口増減を見ると6.39%減の7224人であり増減率は県内30市町村中15位人口密度は110.58人平方キロメートルであり県内30市町村中17位歴史は古く高島遺跡の縄文前期から始まりその後文献によると広川町全域は高尚と呼ばれ古代末期から 中世初期にかけて熊野老王冠の地として賑わった文化融合の地である。2018年5月24日には百世の安土から津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産からのストーリーが文化庁により日本遺産に認定された。防災遺産に関するストーリーが日本遺産に認定されたのは全国初である。定数10、そのうち1人が女性で、 議員の10%が女性。広村堤防と港広川町内の郵便番号は643から 00XX で、集配業務は湯浅郵便局が担当している。町内に駅は西日本旅客鉄道沖の国線の広川ビーチ駅がある。同駅から和歌山駅まで約50分。 大阪方面まで特急を乗り継いで約1時間半のところにあるが、駅名の通り、西広海岸の近くにあり、町の市街地エリアから離れているため、一般的に湯浅町にある湯浅駅の方が町民によく利用されている。広村堤防付近の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 広村堤防後八幡神社。ありがとうございます。